皆さんこんばんは、みつるの日常です。で今日は一日、お仕事ありまして、これからトレーニングしに行くんですけど、ちょっとその前に買い物軽くして、そのまま寝みたいので、今日は背中、やっていきたいと思います。多分もう少ししたら電車来ると思うんで、またちょっと買い物してる様子撮れる範囲でやっていきたいと思います。では皆さん、また後で。卵を、2パックと、なんだっけ、本だしのつゆ買いました。本だしのつゆは鶏そぼろを作るときに、よく最近味付けで使ってます